失敗し続けたところで成功にはたどり着きません。この無責任な単語が正しいのであれば、今頃もっと成功してる人って多いと思うんですよ。皆さんはおそらく失敗して多分次も無理やろなって心折れてやらなくなっちゃうでしょ。から身を背けるような名言とかことわざに惑わされないで済むよね。その観点で言うと、ちゃんと勉強しましょうねっていういつも言ってるところ。はい、どうもこんにちは、佐々木です。ちんともです。今回のテーマは、ある有名なことわざに物申したい、そんなテーマでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。僕昔からね、あって思ってることがあるんですよ。いや昔は思ってなかったけど、最近あって思うことがあって、失敗は成功の元とか、失敗は成功の母とか、失敗は成功の父とか、そういうことわざというか名言みたいなのあるじゃないですか。あれ思うんですけど、僕は小さな成功が成功の元だと思ってる。失敗は失敗癖つくからあかんと、という話を今日はしていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい。あの理論の意味としてはさ、失敗することっていうのは数打てるから、その中で成功するのが出てくるから、いっぱい失敗した方がいいんだよみたいな話だと思うよね。でもね、この世の中において実はもう情報出揃ってます。やろうと思えば小さな成功をつかみ取ることはできます。昔はそうだったのかもしれないよ。情報も出てないし、ネットでググるとかいう選択肢もないし、人に聞きに行こうと思ったら、有識者の話を聞きに行くために京都から東京まで行こうと思ったら、すごい歩かなあかんみたいなさ、何日かかんのみたいなことやから、情報の伝達すごく遅かった。ただ今はどうですかと。ちょっと調べれば YouTube でうまくいってる人の話が出てくるし、ググればブログ記事がいっぱい出てくるし、大体の答えはわかるし、書籍もたくさん出てるし、有識者の講演会聞きに行こうと思ったら新幹線で3時間あれば京都から大阪まで行けてしまうという、その状況下で失敗するっていうのは勉強不足です。そんな状況下で失敗し続けたところで成功にはたどり着きません。昔は情報もないから一個ずついろんなことを試していかなければいけません。で、失敗して、その中で一個成功したらいいよねって考え方だけど、今はみんなある程度こうやれば成功するよねってのが調べればわかる状態で、みんな成功し続けていってるのよ。例えば動画編集勉強したいです。で、どうやったらいい動画が作れるのか、ある程度出てます。で、じゃあ成功した方どうするのかってちょっと勉強して仕事を取れましたっていう、成功点に積み上げていって、経験値を高めていって、その上で大きな仕事を任せていってもらう。で、たまにめちゃくちゃでかいクライアントから大きな発注いただく、これが成功だよねって話しちゃったら、ここに至るまでに失敗しました、動画の作り方分かりません、独学でやりました、これが成功の元になるわけないでしょっていう考え方ですね。でもしこれね、失敗は成功の元みたいな、その無責任な単語が正しいのであれば、今頃もっと成功してる人って多いと思わへん？だって失敗みんなしてんねんから、うまくいきたいって思って失敗ばっかりしてんねんから、だったらもっと成功者がうちゃ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 う、成功者、あ成功者、成功者、成功者、成功者みたいなさ感じになるはずじゃないですか。そうなってないってことは違うのよ。ちゃんとちっちゃ小さな成功をコツコツ積み上げていったものだけが大きな成功が手に入ると思ってる。僕も別にそんなうまくいったとか言うつもりはないけど、ある程度お金稼げるようになったよね。それに至るまでにいっぱい失敗してきたりすると、そうじゃなくて、なるべく小さな成功を積み上げていこうっていう戦略を取ったわけよ。ね、見当たらと失敗した、ブログ記事書いたけど地域ならへんみたいな時は成功できる未来が見えへんかったし、あと何より良くないのが失敗癖がついちゃう。例えばさ、昔あったよ、ブログ100記事書けば1記事当たるんや、 YouTube 動画100本上げたら1本ぐらい当たるんや言われてたんやけど、でもこれ勉強したら100本書いたら10記事20記事当たっていくようになったし、ちっちゃな成功があってこの数字が伸びたなっていうのを観測できたら、じゃあここ意識してみようっていう風になって、次またより読まれる記事を書けるようになったから、僕の中で失敗の数が多かったからうまくいったと思ってなくて、ちっちゃい成功を呼び寄せれるようにちゃんと勉強して、ちっちゃい成功から数値を分析したいったことによって成功率が上がったなって思ってるんですよ。より良くないのが、失敗した時ってどうせ今回も無理やろなっていう感覚に陥るのよ。例えば渾身の記事書きました、全く読まれませんでしたってなったら、次書いた時にはどうせまた読まれへんねやろなっていう気分になる。それ耐えました、次またやります、どうせまた無理なんやろなっていう気持ちで書くから、熱も入らないし、どん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 飽きてっちゃうのよね。これみんな当てはまってませんか？失敗は成功の元やとほんまに思えてるんやったら、失敗しても楽しくならなきゃいけないんですけど、皆さんはおそらく失敗して多分次も無理やろなっつって心折れてやらなくなっちゃうでしょ。だから僕はちっちゃな成功体験を積むことが大事って言ってるんですよ。これ逆に1記事書いた、でその時めっちゃ勉強したから読まれる文章書いた、ちょっとだけ読まれた、楽しい、じゃ次もっとここ改善してやってみよう、あより読まれた、あ収益発生した、で最後じゃあ物を売ってみる、記事書いてみよう、一件だけでも売れたっていう風になったら、どんどん楽しく続いていくのね。だから成功したら、その成功した体験が脳裏に焼き付いて、もっと頑張ろうっていう風に脳内物質みたいなのも出るし、でも失敗したらどうせ無理だろうなっていう風になるから、よりどんどん自己研磨もしなくなっていくし、格差が開いていくっていう構図が実際のところなんですよ。ってなったら、やっぱり成功は成功のもとやし、失敗は失敗のもとだよねっていう話に落ち着いてしまいます。
で、僕ね、今までそういう仕事関係で人よりも成功体験の数自体が多分多いのよ。ってなった時に他の領域でもうまくいくなって思っちゃってるの。例えばポーカー趣味で始めましたってなった時に、過去に今まで自分はこういう才能のないところからプログラミングとかブログを勉強してうまくやってきたから、多分新しい領域でもちゃんと勉強したらうまくいけるんやろうなって思えてるのよ、ほんまに心から。だからちゃんと勉強できるし、っていう風になったらやっぱり他領域での成功体験が別の領域の成功体験を作ってるって言えると思うんだよね。でもこれがもし失敗したら、いやめっちゃ勉強したけどプログラミング無理やったわ、多分今回新しいこと始めること無理やろなって思って失敗の連続になっちゃう。昔思い返してみたら、中学生の時とかって運動神経言い悪いで結構さ評価変わるやん。で、運動神経僕悪かったんですよ。だから評価も低かったし、自分の価値を下げてたから無理なもんは無理やって思っててんな、勉強してもきついやろみたいな。でも今やったらある程度訓練したらいけるよねみたいな感じになってるから、ちょっとテニスもう一回やってみようかなとか思ってるし、こういうマインドの変化すごく大事だと。ポジティブよねベース、うん、それは成功した経験があるからうまくいくとほんまに思ってるからポジティブなのであって、だから結局うまくいったちっちゃな経験がポジティブさを作るし、今後の成功を作るし、多領域での別の角度での成功を生むよねっていう考え方を持ってると、うん、失敗は成功のもとなどという一見すると美談に聞こえる弱者の意見を、失敗することを肯定して君の努力不足でしょっていうところから目を背けるような名言とかことわざに惑わされないで済むよねっていうふうに思います。思うけどさ、ある領域でうまくいってる人の方が他の領域でうまくいってる可能性高いよね、うん、ほんまに失敗が成功のもとなんやったらそうじゃないはずやん。この領域ではうまくいってるけどこの領域ではうまくいってないみたいな人が多くなるはずやけど、基本的に人間ってうまくいってる人はいろんな領域でうまくいき続けるよね。確かに。あんた仕事できると思ったら趣味のこの領域でも強いんですかみたいな人いるよ。あれは成功が成功を生むパターンの一つやなって思ってます、うん、すごい例えやねんけど、これリュウケンさんがよく言うんだけど、当たりが出てるパチンコ台から離れれる人はいない。だからブログで収益が発生してしまえばそのブログをやめることはないよっていうの例えやねんけど、当たってるパチンコ台からみんな離れへんの、今いいとこやからっつって、で負けたら離れてくのよ、お金なくなったっつって。それがギャンブルの本質というか、みんなそう、勝ってるギャンブルってやめれないんですよ。みんな勝ってる時こそやめるべきやけどな。だからつまり仕事でもうまくいってる時は仕事楽しいの、ただなんかでトラブルがあるとあーってなって仕事のモチベが落ちちゃうから、ちっちゃな成功とかをいかに積み上げれるような環境を見ようかっていうのがめちゃくちゃ大事なんで、その観点で言うとちゃんと勉強しましょうねっていういつも言ってるところに帰着するっていう、そんなお話でした。高学歴がいいとか言われるのもその辺はあるかも。受験で成功してるわけやから自信もあるし、そうね、うまく生き癖がついてる、ね、うまく生き癖がついてる。スポーツで結果出してるとかもそう、根性あるとかもあるけど、うん、採用の面でもその辺そうやね。ということで今回は失敗は成功のもと、あ嘘だよ、こんなお話をしてみました。ちゃんと積み上げていこうね、ちっちゃな成功。ということで今回こんな感じのお話をしたんですが、概要欄にある LINE マガジンの方ではですね、より具体的な売上利益をやってあげるのとか、周りの経営者こうやってるよ、僕はこうやってきたよっていうのをエピソード形式でコラムでまとめてますんで、ぜひそちらの方チェックしてみてください。さらにですね、今だけ限定で LINE 登録してくださった方には、資本主義攻略の裏マニュアルというスライド枚数126枚超え、動画分数80分後の動画セミナープレゼントしますんで、そちらも合わせてチェックしてみてください。さらにですね、追加特典として僕が売上ゼロの貧乏大学生から売上50億超えの社長までの奇跡のような漫画、こちらもプレゼントしてますんで、受け取ってない方はぜひ無料なんで概要欄から登録してみてください。ということで今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。